はようございます、お嬢様。よう、おはよう、嬢ちゃん。おはようございます、アーナスさん。むさい。リュリーティスがいないとこんなにむさ苦しくなるんだな、ここ。ええ、一気にダメンズ度が上がりましたからね。こいつと一緒にしないでもらいたい。このように自分とよく似た人物は3人いると言いますが、魂の双子だ。やめてくれよ、嬢ちゃん。こんな怪しい先生と一緒にされちゃマジで立ち直れなくなる。怪しさであんたの右に出る者はいませんよ。私の黒の書、どこにあったんです？しつこいな。俺じゃねえよ。それよりジョーちゃん、聞きたいことがあるんだが。あの金庫、リュリーティス城のだよな。あーた、聖女の持ち物に手をつけようってんですか。呆れた。最低です。違う！防犯上の問題が気になって目にした金庫はこの手で開けなきゃ気が済まねえんだよ。方針入社。いいから出てってください。アホ、本当にやる気なら黙ってやっちまうわ。俺が気になってるのはあの金庫が普通じゃないってことだ。かなりヤバい術がかかってる。手を出したもんは無事じゃ済まねえぞ。場合によっては命も危ない。そんな風には見えなかったけど。だからこうして忠告してるんだ。もし金庫の中身に疑いを持ったとしても手出しするなよってな。疑い？考えたことはないか？
黒の書が消えた時、このホテルの中で一番安全な隠し場所はどこかって。あなた、リュリーティスが黒の書を取ったっていうの？そんなことあるわけない！じゃあ、俺と先生がホテルに来た日のことはどう説明する？なんで俺たちが教皇庁の電話に勝手に出られたんだ？邪魔者を消すためじゃなかったのか？まさか、あれわざとですか？女子って怖いんですよね。女子の罠にはまっちゃうなんて。何喜んでるのよ。童貞くんだ。多めに見てやれ。くささ。リュリーティスが黒の書を盗む理由なんかない。あんたたちを消す理由もね。そうですよ。夜の君の封じ方が分からなくなって得をするのは妖魔たちじゃないんですか？ま、彼女が妖魔のスパイだなんてことなら話は別ですけど。妖魔に味方する人間の少女なんて、それなんて美味しい未確認生物です。では早速リュリーティスさんも研究対象ということで。お嬢様、落ち着いてください。あのお方からの伝言では、お二方のどちらかは偽物で。リュリーティスは、彼女は代々の聖女がそうしてきたように、自分もこの世界を守るために。アーナス様。どうせそんなことだろうと思った。巷じゃついに最後の聖女が現れたなんて噂で持ちきりだもんな。裏若き乙女を犠牲にしてまで守るような世界かってんだよ、アホくさ。でもまあ、世界を生かすためなら人一人の命なんて安い犠牲なんでしょうな。本人としても世界を救うためと言われたら納得しやすいでしょうしね。あんたら勝手なこと。ああ、人ごとだもんな。でも、黒の書については別な見方もできるんだぜ。例えば、
親友思いの誰かさんを危険な任務から遠ざけようとして小細工してるって線とかね。お嬢様、あのお方に代わり新しい指令をお伝えします。しばらくエージェントの仕事は休みたい。断って。よろしいのですか。今回の指令はある妖魔と接触し、妖魔サイドの情報をつかむことですが。どうやらその妖魔、夜の君の封じ方について心当たりがある口ぶりだったそうですよ。それってリュリージスを助ける方法が他にあるかもしれないってこと？その妖魔はどこに？ルースワール歌劇場を指定されています。いってらっしゃいませ。罠だって可能性は考えないのかね。純粋なんだかバカなんだか、あの子わけがわからんな。ええ、実に興味深いです。お呼びでございますか、アーナスお嬢様。それでは、良い夜は。さあ、俺様の何が欲しい？素直にねだってみな、嬢ちゃん。おう、嬢ちゃん、商人が土産を持って戻ってきてるぜ。
商人をどこかに派遣するんだな。これでいいんだな。じゃあな、嬢ちゃん、俺様に会いたくなったらいつでも来な。闘技場へようこそ、アーナスお嬢様。浄化開始。
見える。たっ、へっ、へっ、食事の時間だ。ほっ、血をすする。たっ、へっ、へっ、血をすする。はっ、へっ、食事の時間だ。はっ、へっ、へっ、カルタラ。はっ、へっ、へっ、血をすする。剣、ハッテンタン、落ちろ。ハッテンタン、飛べ。切り刻む、タン、ヘッ、ヘッ、カウタラ。血をすと、ホッ、ハッ、ヘッ、ヘッ、カウタラ。うまい、リン、リン、ハッ、セイ、セイ、ハッ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 、セイ。血を吸うんだ。ハッ、セイ、ハッ、セイ、ハッ、セイ、ハッ、血を吸うんだ。お呼びでございますか、アーナスお嬢様。それでは、良い夜を。浄化開始。狂わずサーフィン。